今日ね、苗買ってきました、苗。苗、発音いいかな、苗。ね、それがね、ちょっと重いんだけども、トマトとか、ピーマン類、あと鷹の爪か、うん。大玉トマトとミニトマト。ミニトマトは赤いやつと黄色いやつ。で、ピーマン普通の京緑ってやつと鷹の爪買ってきたんだけども、あと、コンパニオンプランツ代わりに、ピーマンの脇とか、トウモロコシの脇に、毛豆、枝豆だね、枝豆。要は大豆だ。津軽生まれで、なんだ、農家伝統の美味しい枝豆っていう、この毛豆っていうのが、まあ多分俺は今まで食った中では一番美味しい枝豆。すごく育つのが遅くて、まあ3ヶ月ぐらいかかるかな。枝豆で食べれるにしても。結構ね、晩生のやつで、まあでも中晩生なんだね、これね。結構育つまで時間かかるんだけども、なんだ、コクと甘みがすごく良くて美味しいの。青森ではこれ、枝豆ったらこれなのね。で、今日ね、トマトのね、トマトか苗の選び方をね、ちょっとこう、まあ、紹介したいなと思いまして、これだな、これだ、これ、これ。これを一つトマトをね、例にお話しします。まず、苗見るとき、一番最初、一番わかりやすいのは、ここの、子葉って言って、一番最初に出る葉っぱ、双葉とか言うんだけども、子供の葉子葉なんだけど、これが残ってる苗がおすすめ、まず。こっちね、片方落ちちゃってるの。一個はここにあるんだけど、片方落ちちゃってて、まあ、こういうのは大体水管理とか、そういうのが行き届いてない苗。要するに育苗してる段階、苗を育ててる段階で、水が足りなかったとか、水が多すぎたとか、そういうので落ちたりしてるんで、まず、この、子葉が残ってるものを選んでほしいです。んで、もう一つ。もう一つ、あと二つあるんだけど、もう一つが、節間。節と節の間。この、葉っぱと葉っぱの間が短いやつ。なんでかっていうと、水が多くて、光が少なくて、暖かいと、徒長するのね、徒長。いたずらに長くなるで、徒長。で、これ何かって言えば、もやしを思い浮かべてほしいんだけども、もやしってあれ、光当たらないで、水多くて、暖かい状況で、ひょろひょろって伸びたんだけども、ああいう苗になってしまうと、病気に弱いし、虫にも弱いしで、まあ、要はダメな苗になっちゃうの。だけども、適切な管理をすると、ここの石灰が詰まって、太い苗ができるんで、この苗すごくいいなと思って買ってきました。あともう一つは、全体的に見て、バランスがいい苗。まあ、これはやっぱ経験になってくるんだけども、まあ、いいのしか選んでこなかったから、比較できないんだけどもさ。あ、まあ、こっちちょっと仕様がないから、悪い例と比べると、悪いってもそんなに、あれだな、一長一短だな、どっちもどっちだけど、全体的になんかこう、ほら、なんて言えばいいだろう。まあ、そういうバランス、これ、何がどうとは言えない。なかなかいっぱい苗を育ててきたから、なんとなくでわかるんだけども、まあ、葉っぱがやたら長いとか、葉っぱが小さいとか、葉っぱがめちゃくちゃ大きいってことは、肥料がいっぱい入ってるんで、無肥料無農薬にはちょっと弱いんだよね。肥料いっぱい入れられて大きくなった苗ってのは大体弱々しく育つんで、まあ、そういうことも含めてね見れるんで、まあこれもいい苗かなと。だからまとめると、まずはこの子葉ね、双葉がちゃんと残ってるかどうか、そしてこの節間、葉っぱと葉っぱの間の節ね、これが短くて、そして茎が太いやつ、あとは全体のバランスを見ていいかどうかを判断します。で、このトマトね、まだ植えません。なんでかっていうと、植えるタイミングが一番かが咲いてから、ここのもうちょっとで咲くんだけど、これが咲いたら植えます。これがトマトの植えるタイミングなんで、ちょっと 2,3 日この小屋の中の日の当たるところで置いて管理したいと思います。それがタイミングね。で、ピーマン俺忘れたんだけど、まあ、これももう少し置いときます。特に今日風強いんで、風が強い状態だと根がつく前に
倒れたり折れたりするんで、まあ、アンドンって言って、袋を周りに置いて風よけするんだけれども、まあ、それもまた、いいかなと、風強いし。まあ、数日、花咲いてないから置くのに、時間いるから。まあ、ということで、そのポイントをね、トマトの場合、そういうポイントを見てもらえれば、いいかなと。まあ、でも、全体にね、言えることなんで、このピーマンだって俺、塩ちゃんと残ってるの選んできたし、まあ、ちょっとこう、上向いてるから、ちょっと水足りなかったのかなって思うけれども、まあ、よしとして。このミニトマトもね、これ黄色いやつ。ミニトマトはね、なんつうだ、創生って草の勢い、体が大きくなる勢い強いんで、まあ多少ね、弱くても結構いきます。勢い、強い。大玉はちょっと気をつけた方がいいけど、まあじゃあそんな感じで苗選んで、植えるタイミングを見計らってやってますんで、まあ多少なりとも参考になればなーって思っています。皆さんの家庭菜園ライフがね、うまくいくことを願っています。